はい、皆さん、こんにちは。チームハロンズ黒川です。オーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します。本日、ニューヨーク市場の見通しとなります。まずは結論から。4時間週ボリンジャーバンド、トレンドはありません。一目均衡表下落トレンド進行中、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、4時間週ベース、上値の重い展開と考えております。それでは、テクニカル分析とサポート、レジスタンスをご紹介します。 はい、4時間足ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い転線21本移動平均線真横を向いております全くトレンドが出ておりませんはいそんな中サポートラインとしてワークしておりました21本移動平均線を下抜けして推移しております4時間足ボリンジャーバンドトレンドですということです4時間足ストーキャスティックス売りシグナルが点灯しておりますはい4時間足の一目均衡表です形状から言いますと下落トレンドの形状ということです はい。それでは本日ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは93円ちょうどレベル。93円ちょうどレベルと考えております。続きましてレジスタンスラインです。レジスタンスラインは94円の50レベル。94円の50レベルと考えております。 はい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です。YouTube 概要欄から講座解説をし者キャンペーンにエントリーしていただくと、通常の講座解説特典2000円と、新規取引1回1万通貨10とット以上で、チームハロンズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中です。さらに取引量に応じて最大100万円、合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります。詳細は QR コード、また YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください。 はい、そういうことでオーストラリアドル円本日ニューヨーク市場の予想レンジです。93円ちょうどレベルから94円の5丸レベル、93円ちょうどレベルから94円の5丸レベルということです。ポイントです。 下落トレンド進行中、円買い5ドル売りということで、はい、世界的な株安が進行ということで、リスクオフの円買い、さらにはハイベタ通貨のオーストラリアドルが売られております。5ドル円も上値の重い展開ということです。はいそんな中、4時間ボリンジャーバンドトレンドレス一目均衡予報は、下落トレンド進行中、ストキャスティックス売りシグナルが点灯ということで、オーストラリアドルへ本日、ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には上値の重い展開と考えております。 オーストラリアとレ、ね、イ本日ニューヨーク市場におきましてチャート形状的には上値の重い展開と考えております。最後にグッドボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。